やっぽー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。お疲れ様です。あれ、やってんの？はい、やってます。お疲れ様です。これ、飲み物、はい。いいんですか？うん、みんなの、はい。え、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様です。今日はリハーサルだったんですか？そうそう、収録とか。あ、お疲れ様です。そうそう、こっちもやんないといけないじゃん、はい、そうなんですよ。どうやってんの？これは、うん、え、もうつけちゃっていいですか？いいよ。いきますね、うん、これでライブにしてこのままここを押したらスタートします。うん、いいよ。じゃあいいですか？うん、いいんですか？押しちゃって。いきますね。画角難しいね。画角難しいんですよ。これだと趣味切れちゃう。ここにいたら後ろ下がればいい。はい、どんぐらいですかね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日いやいや、こちらこそありがとうございます。はい、てもらって。いえいえ、あの実は、うん、こうあのトラビスジャパンは、うん、ライブキスマイ兄さんのバックにつかせてもらってたのが、まあ、2017年ぐらいからですか、うん、でそこから藤ヶ谷君と仲良くさせてもらってるじゃないですか。でもグループでキスマイ兄さんと一緒に何かやることはあったんですけど、うん、なかなか二人だけってないじゃないですか。ないね、確かにね、うん、で、僕もこの間あの10万円でできるから、うんうん、収録させてもらった時に一人でキスマイ兄さんと、そうだよねっていうの初めてだったんで、うん、なかなかそういう機会ない。めちゃめちゃ緊張しました。嘘、はい、なんか珍しい感じになってたよね。そうですね。あと鼻声だったんで、めちゃめちゃ鼻声で風潮みたいな。もうね、ちょっとこれさ、飲み物、はい、あ、そうですね、買ってきた。レモネードと、はい、レモネードとアイスティーの、どっち飲まれます？どっちもいいよ。そうなんで、アイスティーっていいですか？どっちでしょう。いただきます。うん、おい、はい、いただきます。はい、これ皆さんもどうぞ。ありがとうございます。あ、この方知ってます？はい、今トラビスジャパンの、はい、マネージャーさんというかこうお世話に、まあ、昔キスマイやられてた方じゃないか。え、そうなんですか？そうなんですか？昔お世話やってたよって書いてそんなことでカンペ書くんじゃないよ。でもそれこそ今のチーフマネージャーさんも昔、そうだよね、キスマイ兄さんのマネージャーさんだったって聞いて、ね、じゃあゴミもらっちゃおう。あ、いいですか？いいよ。じゃあこれは、あ、この方に、あ、感謝をします。では、お疲れ様です。乾杯。いただきます。いただきます。どうぞ皆さん。いや、てかめちゃめちゃ美味しいですね。美味しいでしょ。ちょっと1分待っててもらえますか？え？1分待ち？はい、うん、ここにいればいいの？はい、だから1分お願いします。何何何何、ちょっとその場を離れてしまうんですけど。何、1分？はい、1分です。誰か来るんだな、これは。なるほどな。ちょっと予想しとこう。キスマイとみたいな話もしてたし、実はみたいなことはね、わたか、横わたか。なるほどね。河合郁人とかと焼肉行ったから郁人かな。まさかこんなに一歩放置されるとかなと思って何やるかも全然知らないんだよ。珍しくっていうか、結構前からなんか締めとなんかやりたいねって話をしてたんだけどね。なんかこれテレビゲームとかできるんですか、これ？買ってきました。え、なになになに、え、
藤谷君入所日だったじゃないですか。うん、あ、入所日、はいはいはい、はい、ちょっとお祝いの気持ちも込めて。マジ？はい、ヨックモック30本、30本ですね、うん、はい。え、嬉しい。藤谷君好きだって聞いたので。そう、ヨックモック大好きなんだよ。で、俺も、うん、ヨックモック大好きで、うん、っていうのをブログとかで書いてたら、うん、ファンの皆さんが藤谷君も好きだよって。そうなんだ。教えてくださって、で、今回いろいろ調べたんですよ、うん、で、ヨックモックに今クーリッシュで4種類、うん、バニラ、イチゴオレ、コーヒー、ベルギーチョコレート、で、これにつけるとめちゃめちゃ美味しい。マジやったことない、はい、これお皿を持ってきたので、ここにあ、ディップして食べるってこと。そうです。あ、いいね。はい、やってみたい。これどう新発売、はい、クーリッシュゲットしてみてください。ぜひぜひやってみよう、やってみよう。はい、4つだからもう出しちゃえばいいんだ。出すのと、あともう一個方法があって、うん、これも調べたんですけど、うん、このヨックモックのこの穴に直接注入するっていう。なるほどね、なるほどね、それもいいね。もあるんですよ。注入でいってみる。注入はどんな感じになっちゃうのかちょっとまだ想像できないんですけど、やってみよう。いろいろ一回やってみます。ものは試しじゃん。はい、シメのあのあれも見たよ。何ですか。なんかケーキ作ってる。ああ、カオスのやばかったですよね。やばかった本当に。シメっぽくて俺は好きだったけどね。びっくりしました。あの最後の立てるとこがあったんですよ、うん、ボキッと折れちゃってあの発泡シロに刺す、はい、あの音すごい嫌だね。そうなんですよ、ね、めちゃめちゃ嫌で、しかも思いのほかでかいの買っちゃったんで、うん、半分終わらなくて隙間だらけだったよね。そうなんですよ。なんか良かったよ、締めっぽくてさ。ありがとうございます。それ やろう。はい、っていうので今日はじゃあこれ食べて解散って感じ。あ、違います。違うの。はい、これ食べて美味しく食べながら、うん、あの10万円でできるかなを一緒に見たいなと。なるほどね、はい、あと1分らしいですね。もう始まるんじゃない。はい、今ほらだって、はい、皆さんがもうゴールに。そうですよね。じゃあ始まって食べます。もう始まる。あ、一応これは、うん、欲も、え、欲も、ないこれね。はい、テレビの音は一応このイヤホンから聞こえるらしく。本当だ。はい、初めてです、このテレビも見ながら。いや、俺も初めてだよ。ていうか、いいの、このテレビの裏で、オンエアの裏でインスタライブって。セーフらしいですね。あまり試みないんじゃない。試みないかもしれないですね。締めが一番ね。大丈夫ですね。すごくない。はい、OK でしょ。これからこういうの流行ったらすごいよ、締めが。確かに副音声みたいなことですよ ね。でも、はい、もしこういうの主流になってきたら、はい、なんか俺が最初に言い出したって言いたい。あ、本当ですか。でもしこれがなんかいろいろもし怒られちゃったら、はい、俺は深夜から誘われましたそう言いたい。だから身代わりになるでもいいじゃんね、なんか新しい試みでさ、はい、だからやってみたいな。インスタライブを見てくださって皆さんも、はい、オンエアも一緒に見ながら。そうなんですよ、インスタライブを見てみたいなことで、はい、あ、で一応もう一個端末あるので、うん、こっちが、うん、コメント見るようなんですよ。あ、そうなんだ。はい、ちょっと離れちゃってるじゃないですか。始まった。始まりましたね。え、なんかこうもう家でテレビ見てるみたいなシチュエーションというか、感じるよね。はい、それがリアルな感じ。ゆったりというか。あ、シミ映ってる。何ですか。もう先輩しかいなかったので。緊張するよね。めちゃめちゃ緊張しました。わかるよ、はい、俺らもそういう経験すごい多かったし。本当ですか、うん、グループ同士で会うのとまた全然違うじゃん、うん、ね、そうですね。でしかもかつさ、はい、キスマイだけじゃなくて、ね、これ皆さんたくさんいらっしゃるところに入るっていう。そうなんですよ。
じゃあ食べますか、うん、じゃあつけてつけるやつにします。まず入れてね、ピュッと入れてみます、うん、どれがいいですか味。一個ずつやってて、やってて、はい、じゃあバニラからいきますね、うん、じゃあいいよ、しめしめ、自分でついてやって、うん、あ、じゃあ俺入れますよ。いきます。不思議な絵だね。あ、わかんない、わかんない、ティッシュください。しめ、すいません、まあ、ちょっと溶けてるね。しめやるな、やっぱさすがだな、しめ。しめは大丈夫？はい、僕は大丈夫です。これさ、ちょっと溶けてるからさ、はい、やっぱ入れるのは難しいかもしれない。ディップしようか。はい、ね、そうですね。ちょっと時間も経ってさ、溶けちゃってるからさ。そうですね。で、ここに出しますね、うん、ちょっと待って、いや俺も、あ、始まって今、せんちゃんがほら、せんちゃんのダタさんが、そうですね、待って、1個ずつさ、はい、これちょっとこっち一回置いていい？そうですね。これ大変だな、全然オンエア見れてないよ。やばいですね、うん、じゃあ待って、はい、コーヒーを、はい、締め、バニラ、このアイスの位置置いとこう、はい、ごめんね、カーン、ごめんなさい。じゃあこれイチゴ入れてもらって。わかりました、うん、これ始まってる、せんちゃんが喋ってるよ。全然見てないじゃん。すいません。これコーヒーね、これコーヒー、はい、ちょっと待って、これ全然オンエア、これ締め映ってるよ。すいません、確かに全然見れてないですね。全然見れないじゃん。こんな感じでね。僕も手、どこ行くの、どこ行くの、手します。そっち持ってく、はい、よし、やってみようか。はい、いいね。じゃあまず俺、じゃバニラのよくもっかいってみる。はい、皆さんも真似してみてください、ね、いただきます、はい、いや、これ始まってるよ、これ。あ、いただきます。インタビューですね。あ、チャンネル変わっちゃった、チャンネル変わっちゃった、ちょっと待って。これさ、二度漬け禁止なの？口つけたやつどうすんの？でも二度漬けもあり、もう二人だからいい、ここ資料よければ。はい、僕は全然。いただきます、はい、どうですか？うまい。うまいですか？めちゃめちゃ美味しい。ちょっと、いいですか俺も。いただきます。うん、合うね。美味しいですね。めっちゃ美味しい。ちょ、コーヒーでいいのかな。待って、これ あんまりこういうの言っちゃいけないだけど、全然オンエア見れないわ。こっちがメインになってます、うんうん、あ、コーヒーも合う。コーヒーも合います。コーヒーも美味しい。でもいいですか。いただきます。うん、美味しいですね、コーヒー。これベルギーチョコレートって、うんうんうん、いろんな味あって楽しめますよね、うんうん、あ、ベルギーチョコも美味しいわ、うん、これやってみたいんだけど。え、俺も行ってみたいです。ブレックファーストインザスカイ、これどこ？これは長野県ですね。長野県だ。はい、なんか旅行行きたいね。旅行行きたいです、ね、はい、温泉入りたいです。行きたいね、はい。いちごオレ、はい、いただきます。もうクイズ始まるんじゃない？もうそろそろですかね。クイズ頑張りましたもんね。ね、藤ヶ谷くんと同じチームで。おいしい。美味しいですよね。え、夜ご飯って食べました？うん、さっきマネージャーさん食べてた。あ、そうだったんですね。食べてないの？まだ食べてなくて。今日言ってよ。今日の夜ご飯。最高じゃん、夜ご飯がさ、はい、ロックモックとさ、はい、クーリッシュのコラボ最高じゃん、はい、めちゃめちゃ美味しいです。今度はご飯食べながらやるとかもいいね。あ、いいよこれ。なんだよ、言ってよ、ご飯食べてなかったんだ。食べてなかったんですよ。なんかそういうのいいよくない？みんなでご飯食べながらね。ありなんですかね、うん、ご飯屋さんでってことですよね。ご飯屋さん難しそうだよね。だからテイクアウトっていうか。あー、で事務所とかで、うんうん、めちゃめちゃいいです ね。あー、ジブリパーク、行ったことあります？なあ、僕できたばっかだよね。そうなんですね。
空チョキパン屋さん。すごい。あ、締め映った。締めの下に綿映った。あれ、これ答えだよね、結構締めね。はい。ね。締め答えですね、スタジオで。大丈夫ですかね、鼻声目立ってない。あ、うわ、来た来た。新曲です、これ。ね、なんかあの制服着たりとかさ。はい。映像付き使われてんじゃん。そうなんですよ。めちゃめちゃ素敵な場所なんですよ、ここ。海も見えるし。75個分ね。はい。ランクインしてるでしょ。してほしいですね、うん、でも実は茨城県ってその魅力度ランキングみたいなのがあって結構下の方だったんですよ、うん、だからちょっと頑張ってほしいな、頑張ってほしいなというか上がればいいなと思ってて、うんうん、素敵な場所だから、ね、素敵な場所がたくさんあるからこそ、うん、いろんなところでやっぱ趣味が言うことも大事なんじゃない。確かにそうですね。魅力をね。そうなんですよ。たまにというか結構前にメンバーの松倉が実家に来たんですよ、うん、でいろいろその家の周りの素敵な場所を全部紹介したら結構ハマってくれたんで。あ、そうなんだ、はい、そういうなんかロケとかね、それこそなんかインスタとか行ってみたらいいじゃん。あ、確かにそうですね。締めのなんとか散歩みたいな、締め散歩、締め散歩ね、グッドが出ましたね。あ、ディズニー、ディズニー行きたいですね。ずっと行ってるよね。はい、年内行きたいね。年内行きたいです。忙しい？今は落ち着いてはいますね。もう少しでライブのリハーサルとかが入ってくるんですけど。年内行けそうなの？年内行けると思います。あのもうスケジュールに入れます。スケジュールにさ、はい、もうインスタ撮影とか出れちゃうよ。あ、そうです。したらディズニーの時そうだね。確かに。なんか仕事っぽい感じで。あ、そうですね。お願いします。お願いします。お願いします。ね、いいじゃん。俺も全然時間あると思う。本当ですか、うん、でもドラマのスケジュールがあんま分かんないから。そうですよね、ドラマ見ました。ありがとう、はい、出てるのよ実は、はい、潜入兄弟っていう発表もあれですよね。みんな驚いてました。そう、なんか発表せずにっていうか。そうですよね、うん、でも今から本当にスケジュールを取って入れれば絶対いけますね。ね、はい、あのもう終わったら言っとくじゃん。はい、ちょうどお互いのマネージャーさんとおっしゃってる。そうですね。あ、クイズ来たよ。お、あ、まだだった。ディズニーってバレないんですか？バレ、そうですよね。前だから綿とか、はい、あとトレンディエンドの斉藤さんとさ、はい、あとマリウスと、はい、行ってね、裏に入ってくださいって。バレすぎて。そうそうそう。行きたいですね。行こうよ。誰呼ぶ？え、あの、カズヤを誘いますか？プリン？はい、絶対喜ぶと思います。プリン、はい、行きたいって言うかな。前にでもドラマやってんじゃない？あ、そうですね、うん、でも前にそれこそあの、We Are の時に横尾くんと藤ヶ谷くんと俺とで、カズヤも行く予定だったじゃないですか、朝ごはん。朝ごはんね、そう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 、はい、で、朝ごはん行けなくてめっちゃ悲しんでたんですよ。なんで行けなかったんだっけ？なんかそのグループによって入り時間が全然違くて、そうそうそう、リハの時間とかも4人で行こうとかってね。そうなんですよ。3人で行きましたからね、その時は。ね、これうちの弟。え、本当ですか？うん、
本当、次男。え？もう一回最後出るんですよ。はい。この会社で働いてるのよ。あ、そうなんですね。なんか普段みたいな感じで言っちゃったけど、言いづらくて。びっくりするんじゃないですか。来るよ。今日弟。え？似てるでしょ。似てるでしょ。ん？オッケーなんですか。そうなん。大丈夫ですか。だってなんか普段に家にいる感じ。あ、確かにそれそうですね。こういうのダメなの？いや、こういうのは大丈夫ですか。確認。でも今までに言ったことあります？ない。え？だって出ちゃったの。で、それだったら家にいる感じ難しいよ。出ちゃったから言っちゃった。確かに家にいる感じ。反射的に言っちゃった今。確かに。リラックスしてください。どっちかの趣味に教えたくて、はい、あ、これはどうっていう。確かに偶然出たから。確かにそうですよね、うん。家にいる雰囲気ですもんね。そう、家にいるってこういうことだもん。こういうことでいいでしょ。ニュースになっちゃうんです。わかんない。大丈夫。でも顔そっくりだからね。ね、まあ焦ってますね。ああ、でも、すでに知ってましたって。ファンのみんな知ってると思う、はい、あ、でも知ってるって方も知ってるよね。知ってるから大丈夫、みんな知ってると思います。って次男の会社のさ、はい、この言っていいかちょっとあれなんだけど、はい、大丈夫家に閉めて普段いるから。いや、そうなんですけど、そう、あの、会社兼…あ、始まった忙しいな、これマリちゃんと会ったんですかって書いてある。マリ、会えてないのよ。会えてないですか、うん、でも年内会いたいねって。それこそ、マリとさ、あんま関わりないの、はい、そうですね、会ったら挨拶するぐらいでしたね。あ、そうなんだ、はい、マリもディズニー大好きだからさ。本当ですか、うん、でも行きたいです ね、一緒に。でももしほら、お互いにそのディズニー行った時に、はい、なんか初対面っていうか、がっつりがなんかちょっとね、気使っちゃうんだったら別々ってご飯食べてからまたディズニーとか、そういうのもいいしね。これ面白かったな、この学校の。ここ楽しかったですよね。俺こういうのなんかね、来年かいろいろこの経験するのやりたいんだよな、うん、今までに経験したことないことってことですか、うん、まあ、これ学校だけど、その例えばお茶摘みとかさ、うん、でも今海外の方に日本って人気ですよね。いや、もうすごい人気だし、この番組で教わることしかない。うん、日本のことに対してさ、ディズニー面からピンクの人集めようよっていうコメントありました。うん、どういうこと？メンバーカラーがピンクの人を集める。例えばミッチーもピンクなんです。ミッチーピンクなの？ってことは、じゃあミッチー呼んでプリンはごめんなさいしてってことだね。ピンクで固めるとそうなっちゃいますけど、泣きますね、きっと。横渡りもピンクじゃないの？だから横渡りも残念だ。あとピンクってなると、わかんない、あのでもタイがピンクです。京本大我、はい、京本まさきさんも確かピンクじゃなかったかな。本当ですか、分かんない。なるほどね、じゃあ、はい、だから俺、しんめ、はい、ミッチー、京本大我、京本まさきさん、はい、今5人でしょ。はい、5人です。でも偶数のがいいよね。仲いいですよね。だからあと1人ね、ピンクですね。仲いい人です。例えばさ、お互いあんまり関係性ないの、はい、あ、またチャンネル変わった、またチャンネル変わった、チャンネル変わった。なんでここのテレビすぐチャンネル変わるの。お互いあんまり関わりがない人ってことですか。だとちょっとなんか気まずくない？確かに、いきなりは。人見知り？人見知りはするときとしないときがあるんですけど、うん、
ベース人見知りだからちょっとあんまりいいでしょ。本当ですか。うん、あ、小滝くん。小滝くん。小滝くん結構喋ったりする。たまに会ったら、でもその小滝くんも挨拶ぐらいですね。ってことはさ、なんかディズニーに集まったとしてもなんかそれぞれがこう挨拶ぐらいな感じになる。そうですね。ってなるとやっぱメンカラーピンクがらしいで、ね、はい。でもまあ先輩にお任せするからさ、俺はその時はそのメンバーで行ったとしても一番上じゃないか、やっぱり京本まさきさんがいらっしゃるから。まさきさん。マリウス、今日本にいるってコメント。そう、マリウス今いるのよ。あ、そうなんですね。そう、スケジュール合わせたご飯行きます。前回来た時に会えなくてね、はい、なかなか。そしたらなんか台風とかいろいろあってね。あー、なるほど。そう、企画できなかったんですね。そうだったんですね。そうなんだよ。うん、おいしい。 LA、 ロサンゼルス行かせてもらった時とか、やっぱ海外の方に何好きなのって聞くと大体やっぱアニメなんですよ。うんうん。え、そのアニメが、はい、今これやってアニメの設定じゃないですか、この学校が。あ、ごめん、全然耳外しちゃって全然聞いてなかった。あ、それで変な話したの。はい、はい、あ、なんかディズニーの話が急に LA に行ったらっていうか、ディズニーの行ってたじゃん、ディズニー行ってました。何の話してくれるのかなと思ったらアニメが好きなんですって。そういうことね。はい、忘れてた。テレビをちゃんとね、オンエアを一緒に見ようみたいな。はい、これ給食も食べたいんだよな、久しぶり。料理とかする？料理はこの間卵サンドイッチを作ったんですよ。ほう。で、失敗しました。どう失敗しちゃったの？卵サンドイッチをゆで卵から作るパターンと、卵を 2,3 個ボウルに入れて混ぜてラップにしてそのままチンして、あ、チンして、はいはいはい、そこからマヨネーズとかいろいろ味付けしてっていうパターンでやったんですよ、うん、そしたら多分温めすぎちゃって硬くなっちゃった。硬くなっちゃって卵が。でも一応崩せたんですよ。でパサパサでしょ。パサパサだったんでマヨネーズでそのパサパサ感をなくそうと思って、ああ、めっちゃ入れた。ちょっと多めに入れたんです。そしたらマヨネーズの味が今度勝ってしまって、結構味付けが大変でした。そうだ、卵料理って大変って言うしね。はい、そういうのやってみたいな。はい、なんか懐かしいな、こういうのやってた。やってました。黒板なんだっけ、黒板消しのさ、はい、吸うやつとかあった？なかったです。もうジェネレーションギャップじゃん。え、じゃあどうやってやる？吸うやつっていうなんかブーンってやつ、黒板消しのさ。ああ、あったかもしれないです。でも使ってなかったです。これ全部パンパンしてました。学校で放送係だったんですよ。だからみんなからなんかかけたい曲の、あ、曲とかね、CD とか集めてそれをお昼にかけるっていう。あったね、給食の時に。あれ、はい、来たクイズ。俺は頑張っていっぱい答えたもんね。いっぱい伝えましたね。使われてるかな。使われてたしです ね。なんかそれの確認みたいになっちゃうよね、はい、ほら、お、アメリカに留学経験あり。すごい。自分が出てる番組とかって家で見ます、うんうん、見ない。見ないですか、うん。
趣味見る？これは見たりはするんですけど、こう恥ずかしくなっちゃう時もあって、自分を客観的に見ると。わかるわかる。何言ってんだろうって思っちゃう、自分の回答とか。本当ですか？見て、なんか面白いな俺っていう感じじゃない。でも何言ってんだろうって。この日めっちゃウケたなって日はめっちゃ見ますあ、そう、はい、ちゃんと覚えといて、はい、オンエアとか。すごい使われてないことの方が少ないじゃんね、ウケたら。そうですね。何回も再生します。あ、そう、一人で、はい、うまくいったなって、はい、いいじゃん。嬉しいなと思いながら。面白いね、はい、そう、この違い面白いよね。すごいですよね、このさ、はい、店閉めさとかって出た時にさ、閉めって入ってるじゃん、はい、そういうのなんか気になったりするの？あ、結構反応します。あ、する？はい。で、最近インスタ、まあ、始めたじゃないですか、うん、で、何々閉めっていうのを作ってて、例えば、あ、今日のなんか閉めとかってやつ？あ、それもそうなんですけど、うん、今日の閉めに関してで言うと、一日の締めの写真だよっていう、うんうん、終わり、うん、一日の終わりのっていう意味と、今日の自分っていう意味もあって。ああ、今日の締め、はい、はいはいはい。なんかいろんなパターンで写真出せるなと思って、うんうん、であとは食べてる最中の写真出すときはもぐ締めっていうのが出てきてとか。ああ、それは自分の締めだけにかかってるってことね。そうです。こっちを締める方じゃない。はい。でも見てるよ、最後毎日やってるもんね。そうなんですよ。リンゴちゃんが来たよって書いてあります。大輔くんコメント欄見てないんだよなリンゴちゃん見てる？はい、見てるっていう。リンゴちゃん、はじめまして。リンゴちゃん、スターティン、あ、そうか、はい、今度ご飯行こうよ。はい、ぜひお願いします。りんごちゃん締め、トラビスジャパンの締めかけリアです。今ちょうどドラマ出させてもらってて、うん、そのドラマのプロデューサーさんがいろいろこう丸々締めっていいよねっていうので最初つけてくださったんですよ。あ、そうなんだ。なんかこう、はい、提案というか、はい、そこから自分でもいろいろ出したりとか。へえ、全然考えてないな、そういうの。まるまる締め。あ、こういうなんかゆっくり旅行行きたいな、マジで。行きたいですね。で、旅行とかさ、企画するの好きなタイプ？それともこう、まあ、企画してもらったのにのが行くのが好きなタイプ？あ、企画するの好きですね。あ、本当に？はい。じゃあ例えば俺らでさ、なんか旅行なんか企画してって言ったらやってくれるの？もちろんです。あ、本当？はい。人がいる中、ムーンウォークとかしてるってことですもんね。そうだよ締めもそのうち分かると思う。本当ですか？うん。その多分オンエアに乗ってるのは多分、はい、そのうちの何パターンかじゃん。あ、そうですよね。でもそういうのあるでしょ、別になんか使われないのが嫌とかじゃなくて、はい、なんかテレビ作るの大変だなって感じるとき。あ、そうですね、それはあります。1時間撮ったものを1時間そのまま流れるってことよりもさ、うんうん、1時間のものを見ていただくためには、うんうん、収録だけでも時間もかかるし。そうですよ ね、 スタッフの皆さんに言ったらその前からたくさんたくさん準備してるからさ、うんうん、だいたい 1.5 倍か2倍ぐらい撮りますもんね。
うん、そうね、カンパケ出る方が少ない。沖縄来てー。うわでもほぼ毎年行ってる沖縄。あ、本当ですか。うん、沖縄1回しか行ったことないんですよ。それ旅行で家族からね、メンバーのしずやと行ったんですよ、うん、2人で。そプライベート？はい、弾丸で一泊ぐらい。一泊二日でしたね。うん、どこ行った？その時はその車とかなかったんで、なかったというかレンタカーしなかったんで、本当に空港の近くでしか行けなくて。まあだから沖縄ユイレールだからね、ユイレール、はい、モノレールで行けるところまでぐらいだよ。車ないとね、行けないですよね、はい、奥までは。なんか船でちょっと離れた島に行くみたいなのがあって、それは行きましたね。でシュノーケリングして。あ、いいね。そう、貸し切りって2人で、他のお客さんもいました。うーん、あ、でその時にたまたまその普通に他のお客さんもいたので、シズヤと2人でシュノーケリングしてたら、たまたまキスマイ兄さんのファンの方がいて、で応援してますみたいなのはありましたね。うーん、同じ。それ、はい、その出会い面白いね。あ、来るかクイズ。自転車乗ります？え、急に？はい、自転車？サイクリング。いや、なかなかない。でもこの話をスタジオ聞いて、はい、なんか自転車旅とかしたことないから、なんか素敵だなって思った。楽しそうですよね。うん、楽しい。ゆっくりさ、いろんなとこ行って、でその分時間が必要だよね。そうですね。長く休みを取ってさ。うん、そういうなんかでもプライベートの経験って絶対仕事でも生きるし、うん、なんか人としてなんか大きくなりそうな気がするんだよ。いろんな経験の知識が増えますよね。うんうん。トラビスジャパンのカレンダーの撮影でも沖縄行ってました。行ってるやないかい。あの、がっつり2泊ぐらい行ってました。ちょっとなんかね、俺とシメ似てるとこあるんだよ、そういう。俺も結構なんか抜けちゃうんだよ、その抜けますよね。あ、来たよ、空気入れありますか。いいね、この正解違うのに抵抗しとくのいいよね。常に、まあ、常にね、宣伝でやっぱ綿当てるよな。すごいですよね、笑ってる。1000本7700円。はい、今日はみんなでお仕事だったんですか。うん、収録したり振付したり、ね、皆さんこれ割った方が食べやすいかもです。確かにね、つけるんだったらね。はい、最近は、アウターを買いましたね。アウター、はい、買い物一人で行くの。今日ちょうど父親と買い物行ってたんですよ。あ、お父さんまで行くんだ。そうなんです。お父さんも洋服好きな。洋服好きで、アクセサリーとかも好きで、チャンネル買っちゃった。あ、え、あ、戻りましたね。
変わっちゃうんだね。あ、そうか、と隣の方の家のリモコンで反応しちゃう。隣の家の方が繋がれてるんですか。多分。今日はポッキーの日らしいですね。それはい、よくもく食べながら、はい、シネって面白いな、はい、やっぱ抜けてるって言われる。抜けてるって言われますね。でも真面目に生きてはいるんですよ。いや、そうだじゃないと困るんですよ。真面目に生きてて抜けてますだとね、はい、いいね。オンエア見ながら好きなもの食べてさ、はい、お、来たよ。国内旅行、まあ、ちょっと来年から増やそうかな。国内旅行いっぱいあるじゃん。いっぱいありますよね。ね。どこ行きたいですか、国内だと。結構俺このスタジオで教えてもらってる場所行きたいなって思っちゃう。うん、なんか日本にいながらやっぱさ、全然知らないこと、うん、知らない場所たくさん、ね、あるから。そうですよね、もちろん海外旅行も好きだけど、うん、伊勢神宮行ったことないんですよ、うんうん、あ、そうなんだ、はい、俺もそんなに行ったことない。行ってみたいなと思って。伊勢神宮、千ちゃんとか好きだよ。あ、そうなんですか。うんうん、な、俺な、何回ぐらいかな、うん、でもいいよね、例えば名古屋行って旅行して、そのまま三重行って。そうですね、三重、前何だったかな、すき焼きとか食べたんだけど、すごい美味しいなと。確か全然また違うんですか、東京と。あの、なんか老舗のお店とか行ってみたら、ちょっとこう贅沢してっていうか、背伸びして。普段あんまりこうすき焼きって食べないから、うん、仕事で行ってパッて帰ってくることばかりじゃん。そうです ね、だからなんか仕事のイメージあるけど、うん、そういう仕事行かせていただいたところにプライベート行くっていうさ、うん、なんか仕事で行くのとプライベートで行くのまた感覚全然違いますね。全然違うよ。そうそう、なんとなく。ありがたいよね。嬉しいよね。これ面白いな、うん、V を見てスタジオで喋って、でそのオンエアの V を見ながら喋ってるんで、で今度このインスタライブの映像を見ながらまたインスタライブで喋ったりとかずっとできんじゃない。永遠にできますよ。でも今日あの収録あったけど、はい、10万円のスタッフの皆さん喜んでたよ。本当ですか。インスタライブやってくださるんですかって。嬉しいです。詳しいことは全然聞いてないんですけど、紙面に全部お任せしてるんで、うんうん、スタッフさん、皆さん優しかったですね。本当、はい、よかったね。そうやってゲストの方が言ってくれるのは嬉しいわ、はい、北海道も良かったよ、旅行行ったけど。あ、本当ですか。うん、親父と、うん、弟とかとさ、はい、で、あと俺の友達も入れて何人かで北海道行って、うんうん、
ご飯美味しいですよね。ご飯も美味しいね。空気も綺麗だし、ドライブも楽しかったな。うん、知れとこうって言われたときに、あそこだ、あんな感じだったなっていうのがさ、やっぱ行ってないとパッと出ないじゃん。確かにそうです ね。こういうテレビに見た映像とか写真とかしか出てこないから、なんかいっぱい経験しないと。それ経験として知ってるのっていいですよね。絶対生きてくるよ、何でも、バラエティーでも、きっとお芝居でも、知ってればさ。そうですよね。お、宮城県見てたね、伊達さん。仙台もさ、結構旅行行ってて、親戚が住んでてさ。あ、松島も行った。仙台もいいよ、結構近いじゃん、新幹線で。そうですよね。もうそう、なんかライブ行こうとしてたの、あれ仙台じゃなかったっけ、なんか、そうです、そうだね、はい、なんかオーラスがさ、そうです、撮影かぶってオーラスしか行けないってなったけど、去年のこの間のライブツアーですよね。そうだね、トラビスジャパン。この日はって聞いたら、ちょうど仙台がオーラスですって、じゃあ仙台行くかって、帰宅は仕事入っちゃったんだよね、はい、そうなんですよ。でも今回スマイニーさんのライブ行けなくて、なかなかタイミング合わないよね。そうなんですよ、行きたかったんですけど。あ、トラジャの YouTube でも松島行ってたそうです。じゃあ俺も多分締めて旅行行ってもこういう風になっちゃうんだろうね、多分ね。ちょっとどんどん忘れちゃう、忘れちゃう、どんどん忘れちゃうか。分かるよ。でも多分デビュー前とかだったんですよね、実は。だからさ、俺らの発言とか行動ってさ、やっぱりファンの方、要は皆さんの方が覚えてるし、そうなんですよね、チェックしてくれてるし。本当にそうですよね。ありがたいよね、こうやって自分のことなのに教えてもらうっていうか、はい、ちゃんとずっと覚えててくださってるんですもんね。そうだよ、はい、俺もそういうのばっかり、あそこ行ってますよこんなん言ってましたよ、こんなんやってましたよ。そうなんだそんなんばっかりだよ。この時の方が 黒髪？この時黒で、今ちょっと抜けちゃってるんですよ、色が。撮影終わったとかそういうこと？まだそうですね。あるはあるんですけど。一番好きな髪色は何なの、自分で？前まではずっと明るかったんで、金髪とか。イメージあるのか。そうなんです、明るめが好きだったんですけど、なんか黒髪にして、ちょっとまあ割と髪切ったんですよ、ここら辺とかも。そしたら思いのほかこっちの方がいいよっていうファンの方も多くて。ああ、そうなんだ。結構気に入ってきたって感じ。結構気に入ってきましたね。あるよね、はい、一気に明るいのから黒に下げてさ、トーンを、はい、で短くした時のなんかこうテンション下がる感じもあるじゃん。その時にちょうどライブ重なってて、ライブの衣装と短髪の黒髪とか、あとブリーチしないとやっぱり髪がサラサラになるっていう。ああ、なるほどね、はい、手入れがすごく楽になったんです。明るいのやったことないから。金髪はないですか？金髪、ああ、本当
20代やってたかな、なんかメッシュとかいろいろやってたわね。サンドさん、やっぱ素敵だよね、面白いね、はい、仲いい感じが伝わるのがさ、なんかトシ君最近ね、いろんなところで流しそうめん大会ってよく言ってる。あ、そうなんだ、うん、なんか今、引っかかってるワードなんだよ。なんかこの前取材でも言ってた。ハマってるんですかね。行きたいですね。そう、このさ、ガード下とかも行ってみたいなと思って。確かに行ったことないです、ね、一人では結構、まあ、勇気いるっていうかさ、はい、ね、お互いお酒飲まないからね。そうなんですよ ね。で、藤ヶ谷君とご飯行って、ノンアルコールのジュース頼んだじゃないですか、うん、ノンアルコールなのに酔いました。なんか言ってたよね。顔赤く、なんかちょっとポッとしてて、はい、なんかあの、すいません、ソフトドリンク頼んでもいいですかって言って、いや、好きなの、どうしたのって、ちょっと酔ってきちゃいました。顔がポポポポしてたのね。あったね、あれ、はい、イタリアンかなんか食べたときは。そうですね、やっぱさ、ヨックモックっていつ食べてもうまいわ。美味しいっすよね、本当に。俺、あの、体調悪い時も食べたよ。あ、本当ですか。うん、でも常に家にストックがあるって感じですか。うん、ちょうど今はないんだけど、はい、もう結構あって、はい、まあ、こんなこと言うのはあれだけど、体を絞ったりすることあるじゃない。はい、ありますね。トレーニングして、はい、食事も計算して、はい、で寝る前によくもく食べてる。計算もした上で、ちゃんと計算もしてトレーニングしてるよ。はい、寝る前に。よくもくの分は開けてるんですか、計算して。あれはなんかこう、なんかスペシャルな時間っていうか、うんうん、で1本でやめようっていつも思うんだけど、やっぱ3はいくよね。1本で止めたことないかも。でも1本食べたら止まんないですね。止まんない、めっちゃわかります、それ。止まったことない、よくもく。俺も一気に食べちゃうんで。ね。はい。で、舞台とかでさ、いろいろ、舞台やった時とか、差し入れで、ね、俺結構いろいろよくもくが好きだって言ってるからさ、はい。いろんな方がよくもくをくださるのよ。うんうん。舞台の時、一時期俺、楽屋に500本ぐらいだよ、よくもく。そんなんですか、うん、よくもく500本と、あと、あのシャインマスカット。好きなものに包まれてる。よくもく500本にやばいですね。テレビ見ながら見てると知ってんのかな。多分確かになんかインスタライブに題名つけられますよね。だから本当はテレビ見ながら見ないっていう題名をつけるときでしたね、僕が。なるほどね、最初にそういうのなんだ。はい、おばあちゃん。お二人が見てるってことですか。ここの上の文字は。あ、なるほど。すごいですよね。ね、これ、いや、すごい。こ
ういう風にやってるんだっていうことも気づけるしさ、思い出になるし、あと残るしね、ずっとね。そうですよね、クオリティ高いですね。いや、高かった。あとで、スクショタイムしましょう。そうさ、よく言われるんだけどさ、はい、それをしてどういうなんか意味があるの？なんか、結構待ち受けにする方が多いらしいですね。あ、そうなんだ。このサイズ的になんか結構、はい、あの冷たく言われる時ある。え、本当ですか？コメント欄消してとかですね。邪魔だ、邪魔みたいな、なんかあんの、ね、上に出ちゃう、はい、そんな厳しいコメントあるんですか？泣く寸前になりながらやってるめちゃめちゃ辛いじゃないですか。なんかよくないよね、こういうなんか適当に喋るみたいな。そういうのは締め自身がやりたいの、はい、スクショタイムみたいな。僕自身は別にやってって言われたから、あ、いいよ。そうですね、インスタもだんだん覚えてきてるけど、はい、他の SNS ってあんまり疎いんだよね。でもなんか楽しみながらやってますね。うん、俺も、はい、なんかいろいろ広がることもあるしね。なんかこう見てるよっていうのは言われることもあるし、ファンの皆さんのコメント見てなんかグッとくることあるしね。多分入賞の時とかさ、ああ、こうなんか直接コミュニケーションってなかなかさ、コメント嬉しいですよね。うんうん、やっぱスクショタイムはみんな嬉しいらしいですね。本当、でもごめん、今日ないんだよね確かね。スクショタイムね。スクショタイムはなんか今日ないんだよね。スクショタイムはないですね。今日だもう11月入ったでしょって。11月からスクショタイムなしなんですか？なんかちょっと難しくなるらしい。え、そんなルールあったの？なんかあの年末に向けて。え、うん、初めて聞きましたけど。そう、なんかインスタでなんかあんのよ、ルールがね。え、なんかうちの事務所だけなのかな。そうなんですか、うん、え、マジ本当ですか？うん、なんか適当に言ってるけど。え、適当なんですか？うん、全然見てないの俺らね。あ、すいません。見ます。スクショタイムさ、はい、その喜んでもらえるのはいいんだけど、はい、どんな顔していいか分かんないんだもん。もっと止まってとかさ、ね、はい、じゃあポーズ考えます。あ、そっか、それやってるわね。はい、そうか、先輩の先輩が出てます。すいません。そうですね、先輩強そうだな。ほら、真っ赤な甲冑にさ、はい、真っ白で。前回のライブ、トラビスのライブで千賀くんが衣装を作ってくれて。あ、そうだね、うん、はい、スポーティーなやつね。はい、スニーカーとかも作ってくださって全部やってたね。はい、すごいね、千ちゃんもやっぱ作れるからね。うんうん、ここで大逆転でしたよね。そう、ここで逆転したね。はい、この後どうなるか。あと3つ、茨城入るといいですね。ね、はい、なんか自分の実家が茨城と栃木の県境で、うんうん、本当に家から、家の住所は栃木なんですけど、10メートルぐらい先歩くと茨城に入っちゃうんです。10メートル。はい、うん、だから車のナビでも家出発して本当に30秒ぐらいで茨城に入りました。あ、そうなんだ、はい、
そんな県境なんだね。そうなんですよ。だから雑誌とかでもあのラーメンウォーカーっていうのがあって、茨城県のラーメンを紹介するっていう雑誌に出させてもらったりとか、うん、でも栃木テレビに出させてもらったりとか。あーなるほどね、はい、はいはいはい、どっちもにお世話になってるっていう。それはでもどっちかから言われたりしないの？結局そっちなの、ね、それはない、両方から応援しても今とかないです。いいね、締めのキャラクターじゃない、はい、京都もいいな。京都いいですね。星野屋さん、はい、星野屋さん巡りとかもしてみたいな。ああいいですね。いろんなとこにあるじゃない、はい、あの京都とかも確かロケで行かせてもらって、うん、すごいいいとこあった。京都素敵ですよね、うん、なんかやりたいな、うん、星野屋さん巡りやりたいこといっぱいあるな。いっぱいありますね、国内でもたくさん、ね、まずディズニー行きたいですね。ディズニーね、計画しようね、はい、あんまり寒、ね、がっつり寒くなる前に。そうですね、今ちょうど、あでももうすぐクリスマスのなんかシーズンのディズニーもう始まってるんですか ね、ハロウィン終わったらすぐだもんね。そうですよね。俺何年行ってないだろう、マリとかと行ったのが最後だもん。コロナ前だったし、いつだったかな。でも確かその時誘ってもらいましたね。そうだよね、はい、メンバーの松倉も一緒に行くみたいな。なんでなかったんだっけ。なんか取材かなんかその時かぶっちゃって時間的に行けなくなっちゃうみたいな感じですね。ハワイもよかった。今年ハワイ行ってさ。あ、そうなんですね。ハワイでベイさんにお会いしてさ。え、それは偶然ですね。まあ偶然というか、まあベイさんも行くっておっしゃってたし、はい、がっつりなんか A スタジオプラスの収録とかがずれてて、はい、なんか急にスケジュールがバーって空いてたんだよね。あ、そうなんですね。なんでこんな空いてんのってマネージャーさん聞いたら、はい、であの鶴瓶さんが夏休みでハワイ行かれるんで、うん、この週収録がないんですっていう、うんうん、で俺ドラマなんか撮影してたのかなって、はい、で急に休みって言われてもさ、うんうん、で友達連絡したけどみんな急にはどこも行けないし。そうですよね。マジかってなって、でももったいないしと思って、うん、もうじゃあベイさんが夏休み取ってハワイ行くんだったらじゃあ俺もハワイ行くわで急遽決まったんですね。ハワイのさ、コーヒーギャラリーっていうあのノースショアの方にあるんだけど、はい、そこのコーヒーがさ、めちゃめちゃ美味しくて、カフェみたいな感じ。そう、粉コーヒーだね、ハワイのね。サーフィンできなかったんだよ、今回。あ、そうなんですね。そう、したかったな。ハワイでサーフィン、気持ちよさそうですね。もうみんなね、朝5時半ぐらいからもう波乗ってる。え、うん、ワイキキがさ、めっちゃ早いですね。そう、次行ったら絶対やりたいなと。ハワイ一度もないんですよ、行ったことが。でもなんかさ、コメントなんか見たよ、ハワイでライブやりたい。あ、そうです ね、ちょうどこの前ワールドツアーが無事終わって、で、何次やりたいですかみたいな質問で、ハワイでライブやりたいです。いいね、ハワイでライブね、買い物とかさ、洋服好きだしさ、はい、なんかあそこの通り良かったよ、ワイキキのさ、いろんなブランドも入ってるし、買い物行きたいですね。ね、結構日本でもう完売しちゃってるものとか、うん、不足してるサイズとかが意外にあって、うん、日本だとないけどハワイにはあるって感じですか。そうそうそう、うん、いいかわかんないんで小声で言ってもいいですか？ね、怖い怖い。その
あの本当に大丈夫なんですよ。これインスタライブ、一応ライブ、はい、いや一応やめね。分からない、言ってみるか分かんない。ここはもう勝負じゃない。え、もう勝負じゃない。締めが言わないもんしたし、言ってもいいと思うしね。怖いっすね、それは。いや、ちょっと言ってみたら。いやいや、もう行ってみたら。え、怖いっすね。いや、行っちゃおう。本当ですか。うん、行っちゃおう。怖いっすね。大丈夫ですね、行っちゃおう。本当ですか。うん、いや、なんかこの間買い物行った時に、あのニット帽とかをそのクロムハーツで探してて、そしたらそのまあ、多分売り切れちゃってたのか、売り切れちゃったというか、その時に在庫がなくて、この在庫の数とかって結構場所によって全然、そう、違う違うのかなっていうのが気になってて、あの締めが、はい、これ言って大丈夫ですかって小声でって言うから、はい、とんでもないこと言うのかなクロムハーツってさ、クロムハーツ大丈夫じゃんよかった。もう結構なんかギリギリのなんかワード言いようなあんまりあれなのかなっていう。あんまり、はい、びっくりしたな相当なんくるんだったら。そうなんですよ。え、なになになにここの俺耳元でクロムハーツって言われたら生まれて初めてです。小声で、俺の小声で耳元で言ったの初めてですねいいよね、クロムハーツね。はい、ハワイは、はい、ハワイのホノルルって書いたパーカーコってクロムハーツ。ロサンゼルスとか、はい、その場所によって違うんだよね、クロムハーツの、はい、その場所の名前が書いてある。そうそうそう。え、俺ね、ホノルルって書いたパーカー欲しかったんだけど、サイズがちょっとちっちゃいじゃなくて。あ、そうなんですね。サイズの在庫もなかなかなかったりするんですかね。全世界で人気だし。そうですよね、予約制ならクロマーさん。あ、そうなんですか。うん、よかったよ。それこそ虹みたいに虹出てさ、ハワイで、はい、市民線の、まあ、ホテルモアナサーブライダーっていうさ、ホテルがあって、うん、そこで朝食食べてさ、虹がブワーって。ちゃんと目で見て分かる、うんうん、写真撮っても。へえ、インスタにもあげたけど写真すごい撮ってもあ、出ますね。おばあちゃんってやつ。はい、あれ出なかったです。中井さん、はい、あ、来た。はい、中井さん、この間たまたまそのテレビ局でお会いして、うん、で一人だったんですけど挨拶させてもらいました。めっちゃ緊張したでしょ。めちゃめちゃ緊張しました。優しかった。超優しかったです。なんか行ったら優しいけど、はい、行くまでもすごい緊張するしね。はい、楽屋にいらっしゃったんですけど、その楽屋を入るまでがすごく緊張して、一人ってね、グループだとさ、みんなでこうなんとなく行けるけど、はい、21時40分ですね。ハワイの虹の写真、待ち受けにしてます。あ、本当は、ね、はい、嬉しいね。たまに黙る2人とかというか、これ今オンエア見てんだよね。そうなんですよ。そう、それを多分お伝えしないとだね。これやっぱタイトルつけるべきでしたね。タイトルってつけられるんですかね、やりながら。
てんだよね、オンエアを見たけどね、はい、止まってるのはね、オンエアを見ながらゆっくりという元気で。やってみてもいいですか？やってみるか。動かすよ。コメント下に打って、なんて打つ？字がと一緒に同じの方がいいんだもんね。でもさ、これもう終わる20分前ぐらいやることじゃないよね、はい、タイトルつけようって。あ、じゃあつけた方がいい。テレビを見ながらインライはどうですか？テレビを見ながらね。オンエア見ながらとかじゃなくて、テレビをオンエア見ながら。よし、見て。え、もう締めの締めのところいいんですか？うん。何クロムハーツ。いや、違います違います趣旨が変わってきます。何言って。違います。オンエアをそんな長くいけんの？オンエアを見ながらインライインライに見れるかな。ちょっと待って、はい、誰か指示してる人がいるの？これ締めの言葉じゃなかった今の。怖かったなんか。どうしたどうしたの？いや、今ちょっと指示がありましたね。指示がありました。いや、何する？じゃあ、あ、難しいですね、これ どっかでも入れてほしい、俺はクロムハーツを。本当ですか？どっかに クロム。やばいですよ、それは。オンエア一緒に見れるかな。あ、いいよいいよ。オンエア一緒に見れるかな。かな。オンエア一緒には感じね。一緒に、はい、に見れるかな。見れる。はい。かな。ハテナとかいけんだこれ。ハテナいけますね。はい、はい、で送信、これで送信して、送信して、はい、送信しますね。送信したよ。でどこ行った？そしたらあれ、どっか行っちゃったよ。コメントどっか行っちゃいましたね。探す探す探す。コメントを探して押してコメントを固定する。あ、できました。ちょっと待って、これ、あ、俺だと思って押したらこれ違う人のやつじゃん。ちょっと待って、これ俺と同じ画像の人いるじゃん。あ、そしたらちょっとどこ行ったどこ行った。そしたらこれもう一回入れた方がいいですね。マジで？はい。ちょっと待って、問題来ちゃったら全然オンエア見てないじゃん。オンエア一緒に見れるかな。あ、これは活躍できた時ですね。え？かな、かな、はい、送信してすぐそこを押して、これ、はい、これ、そしたらコメントを固定する、はい、で、もうここにずっと固定されるので、これがタイトルなんてこと、はい、ハッシュタグとか言わないで、これでもう意味がわかる。よし、あ、ちょっと待って、あ、すいません、ちょっと大事なところだね。どんぐらい？ツーショット入るの？なんか平和なインスタライブだね。そうですね、ね、もうちょいこっちか。びっくりしましたね。え？クロムハーツの。いや、こっちがびっくりした。これ言っていいんですかね。これでいいですか。なんかすごいの来ると思う。クロムハーツ。クロムハーツは大丈夫よ。でもあるもんね、その。いいのかなとかさ、はい、ね、今結構ちょっと前に買った、うん、クロムハーツってピアス2個売りじゃなくて1個1個なんですよ、うんうん、で片方しか持ってなくて、それと同じやつをもう1個欲しいんですけど、どこにもないんですよ。え、なんだよ、その時期にしか出てなかったとなのか、その1個が在庫がなかなかなくて。ああ、人気でってこと。はい、
どういう形なの？これ今見せたら、はい、誰か買ってくださいって言ったらやばいです。車買ってくださいって。まずいです。でもさ、例えばこれですってさ、こう見せたらさ、はいはい、どこどこの店舗にありますよとかさ、か知ってる方いらっしゃったり、この時間あれだけど、はい、でさ耳開いてないからさ、ピアスとかしたことなくてさ。うん、一緒に見れるかな。大丈夫ですね。ほらほら待て。ほらほら。藤ヶ谷君髪の毛がね、こう跳ねてるらしいです。もういいんじゃないか、どう？治ってきましたね。よし。インスタライブは結構します？いや何回かしかないね。結構してる？たまにですね。やってる？はい。なんか一人で、うん、なんか何回かやったね。うん、一人っていうのは初めて。締めた。しかもテレビオンエア見ながら。うん。初めてのことだらけ。あ、来んじゃない？あ、ほら、正解できるのかって出てるよ。ここはもう。新学期ビジネスウエンツ正解できるか。まだでしたね。まだと。はい。ゲームとかやんの？ゲームはたまにしかやんなくて、それこそ鬼ごっこするゲーム。デドバ？はい。あ、デドバやってんの？デドバやってました。あ、そうなんだ。はい。最近やってないけどね、昔やってた。本当ですか？面白いね。めちゃめちゃ面白いです。ね。それはメンバー内で流行って、で夜オンラインでメンバーと電話でつながって、ああチャットで喋りながら、はい、いいね、チャットで喋りながらやってました。それができる距離って素敵だよね、うん、大事だよね。 そうですね。オンじゃない時の距離感っていうかね、うん、それは絶対何かに生きるからね。そうですよね、うん、と信じてる、うん、そう。車買うって言ったらかかったの？車はまだ買えてないです。ただ欲しいなという憧れはあって、ね、しゃべってます。あ、すいません。締めは。はい。さあ、何でしょう。ガードしたと驚いたことは。あるよね、そういうお店。お、答えるよ。そんなわけあるかい。はい。壁にメニュー？はい、壁にメニュー。そんなことあるかい。おめでとうございます。おめでとうございます。まさかの、まさかのね、はい、これでもさ、逆転っていうか。え、そうなんですよ ね。これは本当に経験からでしたもんね。そうだよね。
いいですね。正解しました。第1位。浅草多いですよね。多い、うん、あのロケ行かしてもらうけどね。うん、 でもね すごい詳しいのよ。あ、そうなんですね。もう圧勝ですね。圧勝だね、はい、90万ポイント、はい、かっこいい言葉だよ、ワールドツアー。確かに、なかなかあれですよね、できないです、なんか行かないとっていう。そうね、はい、行かないと。それと違いが分かるもんね。はい、そうなんです。我々優勝しました。ありがとうございます。これ以上スクショないの？あ、確かに。え、キスマイ兄さんのポーズってあります？こうだと思う。え、絶対違うじゃないですか。ない、落ちない。セーマロそう、毎回そう、コメントがね、同じような感じになっちゃうんだけどね、ほんとそうなんだよね、はい、毎回、うん、学びが、そう、ほんとそうなんだよ。かわいいじゃない。ありがとうございます、ね、初めてで、ラブストーリーっていうのが。あ、そうなの。はい、ラブコメが初めてです。へ、あ、ありがとうございました。ありがとうございます。報道ステーションに参りました。ありがとうございます。ありがとうございます。ドラマは今 何話ぐらいなの？この間5話が放送されて、うん、全何話？全10話ですね。最後どうなるの？今ここで言っちゃうんですか？え、最後。いや、聞いない。今言えないです。言えない、はい、今ちょっと小声でも言えないです、はい、今5話って どれぐらいのどういった？今は、まあ、いろんな葛藤がありながらもちょっと悩んでるっていう。AI に対して、はい、僕が演じるのが後輩男子なんです、うんうん、年下男子で、年上女性の、会社の先輩に恋をするっていうやつなんですけど、まあ、恋心を先輩の女性に抱いてるけど、はい、難しいっていう。でも最終話では、それは分からないです。分からないか、言えない、はい、言えないな。でどうなの、ラブコメって。なんか緊張しますね、撮影しながら。それってラブコメだから緊張するってこと？なんだろう、こう、あ、キュンシーンとかってこんな感じで撮るんだみたいな。あ、なんか初めてのキスシーンしかり、ベッドシーンとか、なんか経験でしたね。なんか結構距離感だったり角度みたいなのが大切なんだな。そうね、だからやっぱり女優さんって、まあ、女性を美しくするのがこっちの仕事っていうか、俺が美しく出てやるじゃなくて、そこも考えなきゃいけないし、ベッドシーンとかもやっぱ結構アクションシーンに近いっていうか、なんかドキドキする、多分見てる方とかはさ、ドキドキしてんのかなとかさ、もちろんドキドキもあるけど、そんなことよりもやっぱりとにかく美しく、切ないシーンだったら切なくしなきゃいけないのはこっち側だから、そのプレッシャーみたいなのがやっぱあるよね。ラブシーン、そうね。でもなんかそれこそコメディっていうか、こうクスッと笑えるシーンもたくさんあって、だから終始
面白い、ね、楽しみながら撮影してましたね。面白いね。はい、さあ、ということでですね、はい、オンエアを見終わったということで、はい、ということで、そうですねこれ別になんか好きな感じでいいの、その、はい、ずっとやっててもいいしみたいな、みたいな感じです。へ、はい、何時までやんねんって来てますから。そうですね、うん、やっぱりもうでもそんなにあれですね、22時ぐらいまでしょうか、ね、目安としてね。そうですね。いつも何時寝てんの？いつもは1時2時が多いですね。遅いね。遅めですね。何やってんの？家帰って。家帰って、帰ってドラマとか見たりしてますね。何見てる今？最近だとあ、でもそれこそ TVer で自分のドラマも見ますし、あの今の時期にやってるドラマとか結構したりしますね。それ見ながら音楽かけたりとか。ちょっと待って、ドラマ見ながら音楽かけてるの？あ、ドラマ見終わった後に音楽かけて、で紅茶飲んでみたいな感じですね。それどういうリラックスするための音楽ってこと？あ、リラックスするための音楽。そう、俺さ、なんか締めに前、はい、紅茶いただいたんだよ、あのね、でっかい、あ、はい、あれめっちゃ素敵なやつ、100個ぐらい入ってるやつ、はい、で、うち用と、うちの、なんか、要は家族用っていうか、実家用と、はい、あと俺の友達ん家に一緒に行ったから、俺の友達の家用と、うん、すごいね、いっぱい持ってきてくれた、あれめちゃめちゃ美味しいわ。だから全部で300種類ぐらい紅茶の、ね、紅茶のなんか、ちょっとした小さいお店だったもんね、はい、でそう、くれてさ、であれ面白いんだよね、見て勉強にもなるしね、うん、こういうのはこういう時の気分でとか、そうなんですよ、こんなに種類あるんだと思いますよね、うんうん、そう、だから趣味に言ったのかな、紅茶とか好きだったら、はい、なんかここで言っちゃうとあれだけど、そこ空いてんじゃないかなって、そのアイドルで、ね、美容とか、うんうん、もちろんファッションとかもいるし、はい、なんかこう紅茶とか、 なんかお茶系って、まあ、いないっちゃいないなと思って、ね、うん、確かにそうですね、うん、多分もう苦しいなって思うぐらい、多分呼ばれたらいろいろ同じようなこと聞かれるだろう、どの番組でもこの時の気分の時はどのお茶がいいですかとか、アンケートも多分何百枚とかあるんだけど、なんかそれいいんじゃないですか、パッと出てきて、ね、うん、好きなものが本当になったりし、うんうん、俺全然そういうの何にもないからさ、その本当ですか、うん、でもやろうかな、それこそ車のやってましたよね。あの、なんて言ったらいいんですかね。言って大丈夫？あれ、これまずいですかね。心配してる。大丈夫。一応ちょっと声でいいですか。車発。違います。そう、あの、はい、メルセデスさんでね。あ、そうです、そうですよね。見ましたそれ。そうそう、やらせてもらったりとか。はい。あれも自分の好きなものだし、うん、いろいろね、こういうのはいろんなことが変わってね、うん、こう好きなものが形になったりとか、はい、だからなんかいろいろできたら面白いね。そうですね、旅行も行きたい、ディズニーまず行って、はい、忙しいな、これからな。そうですね、で、旅行行って、そう、旅行行くでしょ、で、星のやさんの巡るでしょ、はい、星のや巡りするでしょ、忙しいな、来年スケジュール先にそっちから押さえちゃおうか。そうですね、まずスケジュール金も先に押さえておいて、ね、でもどうすんの、はい、星の屋さん巡りとさ、はい、トラジャライブかぶっちゃったらどうすんのかって。ああ、それはでもやっぱり、あ、でもちょっとライブねそりゃそうだそりゃそうだそりゃそうだ、はい、そりゃそうだ、はい、それ言えないね。なんか冗談でも言いたくないですよ。いや、僕星野屋さん行きますよ、星野屋さんがどうってことじゃなくて、はい、いや、僕なんかライブとか行ってないで藤谷さんとか行きますよとは、なんかいろんなことを踏まえると言いたくないよね。あとライブはやっぱ大事っていうのはありますし、あの日程がもう決まってるんで、あの、そんな、だ、だ、そんな深く考えなくて、ね、分かるよ、分かる。だからなんかこうね、オンとオフっていうかね、はい、でも絶対行きたいです。行きたいよね、はい、今回要はあのマネージャーさんが電話かかってきてさ、はい、お
今回のインラインについてですよね、うん、まあどうするか、まあ、やろうかぐらいだったんですけど、はい、絶対やりましょうって言うんですよね。で、10万円のオンエアを、はい、まあ、見ると、はい、で、あのちょっとおもてなしもしてくれてね、この入賞日のお祝いもしてくれて、はい、なんかこの10万円っていうなんか数字をなんかこう使ってとかってなんか言ってたんだよね、はい、でもまだ多分、まあ、予想良かったよね、はい、まだ9万いくらい余ってるじゃないですか、まあ、それで旅行行ったり、あ、予算ってことですか。そうそうそう、なんか、あ、その予算もある、うん、なんかちょっとそういうので行きたい、行きたいです。ちょっと深刻そうな顔されてるんです。その旅行にわしは行けるんやろうかって宿泊者に入っとるんやろうかって会社に聞きます。はい。それが例えば YouTube 撮影になったら行けますよね。まあそうだよ。YouTube そうだよ。なんか旅行行くとかなんか好きなことやる YouTube とかもでもやりたいですとかできるのかな。まあ厳密にっていうかその。コラボ YouTube になるんですよね、多分。とか、あの個人で2人でじゃあ1個チャンネル作りましょうとかも別に 100% できないってわけでもないでしょ。ああ、確かに、ね、なんか好きなことだけあるとか。確かに。それこそそこにね、誰か呼んでとかさ、うんうんうん、わかんないけど、すみません、もう終わるかなと思ってなんか適当に喋っちゃったいやいや、ここいやでも、はい、今の一瞬だけじゃないよ、はい、ここ遡ると5分ぐらい、え、なんか適当に喋っちゃう。5分ぐらい適当だったんですか。5分ぐらい適当に喋った。結構5分ありますよ。よくあるな、はい、スクショタイムします。スクショタイムしようじゃあね、はい、これコメントを消さないとですね。どういうの、あ、やばい、え、ちょっと右上の×、あ、×の左側ですね、点々点ですね、はい、コメントオフ。コメントオフ。はい、え、これさ、どっちに入っていけばいいのか。そうですね。10秒ぐらいですね。10、9、8、7、6。そうさ、口動かしてるとそれがスクショになっちゃうじゃない。確かに。じゃあ一回3秒止まります。はい。できました。なんかこれ実感がないのもあんのかな、スクショのそのよし来たみたいな。確かに実感ないですね、うん、コメントもオフになっちゃってるんで、うん、コメントを戻しますね。でもいいじゃん、なんか平和な感じのさ、はい、インスタライブできたんじゃないかな。確かになかなかないですよね、うん、オンエア見ながらとか。なんかまたこうやってなんか共演したりとかしたらみんな面白いね、うん、またやりたいです ね、 ね。何それ。あ、エフェクトです。んなんかお気に入りがあるの。いや、これなんかいろいろあるらしくて、うん、ちょっと怖いですねなんかこうあの案内してくれるのかなと思って今すごい頼ってたよ。怖かった。怖かったです。でまたで、ありがとうございます。時間、いや、ありがとう、こちらこそ。忙しい中入賞日のお祝いまでしていただいて、はい、ちょっとなんか今後ね、なんかやれることあったらいろいろまた声かけたら全然駆けつけますし。本当ですか。うん、またやりたいです。ぜひぜひぜひ。じゃあね。ええ、あ、違うの。はい。なんか終わらせ方あるの。終わらせ方はないんですけど、でもどうしたらいいですかね。分かんない、いつも俺は結構分かんなくなっちゃうから。そうなんです。ありがとうございましたとか言って。はい、なんとかかんとか、これ飲み終わったら終わりにします。あ、OKOK。
俺はそれをずっと見てる。いいよ、全然いいよ。そんな無理して飲むとかじゃなくてってことでしょ。そうですね、自然な感じで。自然な感じでね。はい、ちょっと行き過ぎたね、はい、大丈夫。ちょっと行き過ぎました。またキスマイ兄さんとトラビスで YouTube 撮りたいですね。はい、ちょっとタイミング見てさ、うん、今もうニカが今ちょっと休んでるからさ、うちがさ、そうですよね、うん、なんかこうしっかり揃ってなんかいい。これずっと跳ねてんじゃん。こうスプレーで固まっちゃってるんですかね。こっちもう一回やり直したいな。一回やり直します。インスタライブいい、はい、10時15分からもう一回やりたい。そうですね、よくもっと買ってきます。いいごめんね、はい、なんかちょっとやっぱふわっとしてる中で締めも意外にちょっとこう適当なとこあるでしょ。適当っていうか、たまに言われます ね、はい、でもいいよねそれぐらい、はい、でもこれ本当はよくもっとプレゼントで買ってきたんで、でも食べちゃったじゃないですか、うんうん、今、うん、だから家に持ち帰るようで、家に持ち帰るようで買いました。え、料理？家に持ち帰るようで、それ用でまた買ってくれてると。はい、優しすぎるだろう。こちらを。ああ、ありがとう。小さすぎるだろう。そうです、ありがとう、はい、嬉しい。ミニサイズなんですね。ミニサイズね、そう、はい、このサイズもいいのよ、はい、ありがとう、はい、すいません。じゃあこのよくもく皆さんでいただきましょうね、はい、締めからいただきましたミニサイズ、はい、プティシガールです。プチじゃないよ、はい、プティシガール。プティだからね。プティかわいいね。小さめなんですよね。よくもくさんのあのさ、表参道のお店あるじゃん、あそこでご飯も食べてみたいんだよ。行きたいですね、はい。何かあったら、いいですか、はい、ちょっと連絡していただいて、ちょっと締めと振り替えが、なんか撮影していいですかって。許可取れたら OK ってことですよね。美味しかったです。終了です、はい、それではそれでは締めが飲み終わったということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いやいや、こちらこそ楽しかったです、ね、インスタライブを見てくださって、オンエアも見てくださって、はい、ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。また何かあったらね、一緒に、はい、お願いします。真似してみてください。こちらもおやすみなさい。おやすみなさい。これはどうすんだ。このまま罰をします。こっち行って、あ、どうしたの。違うとこ押しちゃいました。これ終了でいいの。はい。